洗濯機でも洗える普通の布を使ったウェットティッシュカバーの作り方です。持ち手がついているのでぶら下げて使うことができます。上はマジックテープで出し入れしやすくなっています。このように裏布付きです。出来上がりサイズは横が15センチ、縦が21センチです。車やベビーカーにぶら下げたり、キッチンに下げて使っても便利です。材料はこちらです。表と裏同じサイズで横が17センチ、縦が49センチ、タブが 5×5 センチが2枚、持ち手とマジックテープです。型紙を使う場合はまず丸く切り取らずに四角に取って、布を輪にして当てて切り取ります。裏布の裏側に入り口の丸を描きます。ここの型紙も穴を開けます。型紙を半分に折ってここを切り取ると穴が開きます。この字の向き通りに置いて上端を重ねます。この穴通りに印をつけます。このように丸を描きます。型紙を使わないときはこちらの寸法で切り取ります。上端から7センチの真ん中に 7×5 センチの四角を描いてカーブを描きます。ここは蓋がこのようについて見えなくなる場所なので、そんなにこのカーブも神経質に描かなくても良いかと思います。表布の上端を1センチ折ってアイロンをかけます。出来上がった時にこのような形になるので、柄がある時はこの折る方が上になるようにします。折り目を広げてこちらを上にしておきます。さっき丸を描いた裏布を中表に合わせます。待ち針で留めてこの丸通りにミシンで縫います。線通りに縫いました。線の内側7ミリぐらいに線を書いて、これも大体で大丈夫です。この線通りに切り取ります。ここも線からはみ出たりしても大丈夫です。縫い目ギリギリのところに切り目を入れます。なだらかなところは切れ目はちょっと幅広めでもいいですが、この角のところはちょっと多めに切り目を入れると綺麗に仕上がります。裏を表側に入れます。軽くこう引くような感じで、あまり強くすると糸が切れてしまうので伸ばすようにして表からアイロンで整えます。ここに端ミシンをかけます。もう一度上からアイロンをかけておきます。次に上端を最初にかけたアイロン線で折って裏布が合うように裏布も折ります。ちょっとこう1ミリぐらい見えるくらいに折ってアイロンをかけます。上端にミシンをかけます。端から5ミリぐらいのところを縫います。一度この出来上がりの形に折ってみます。こう折った時に
裏布と表布が揃っているかチェックします。端に表布や裏布が出ていてちょっと違う時は切り揃えます。この上端を揃えて半分に折って4枚を重ねます。ここをカーブに切ります。フリーハンドで切ってもいいと思います。だいたい端から3センチずつのところがつながる感じで、こんな感じで切ります。ガイドが欲しいときは型紙のこの丸みの部分を切り取って当てて書いても良いかと思います。まっすぐ広げておいて上端から20センチのところに待ち針をつけます。2枚一緒にすくって横向きに待ち針を打ちます。タブを作ります。三つ折りにしてアイロンを当てます。端のちょっとほどけてるのは軽くさばいておいて大丈夫です。端ミシンをかけてもいいですが、今回はちょっとそのままにします。このような形で挟みます。このさっき折った待ち針で裏布を上に折り上げます。裏布だけ裏側へこのように折り上げます。タブをこの上端から少し上のところに仮縫いでつけます。反対側も同じようにつけます。折り上げたところをクリップで留めておいて、この上のところに5ミリくらいの縫い代で縫い付けます。表布をこのように重ねて上端も揃えて端を留めます。上に返し口を作るので真ん中に7センチの返し口の印をつけます。この返し口を開けて両側を1センチの縫い代で縫います。Dカンのところは外側にDカンが倒れているか確認してから縫います。7センチ開けてまたここから返し縫いで縫い始めます。カーブのところを5ミリくらい切り取ります。返し口から表に返します。上端は指を入れてきれいにカーブを出します。角は目打ちで出します。上端は1センチ折り込んで表から見てきれいなラインになるように整えてアイロンを当てます。入り口の端のところからこの端の方まで端ミシンをかけます。この端をかけるときはこのように開いて、でこのように押さえ金を落として縫い始めます。マジックテープをつけます。今回は 2.5 センチ幅のマジックテープを1センチずつに切りました。幅広の方がいいなっていう方は5センチ ×1 センチのマジックテープを使っても良いかと思います。マジックテープの柔らかい方を端から1センチ上は5ミリくらい開けたところに縫い付けます。
このように2つ両端につけました。下のマジックテープはこの上端から1センチ下、ここに印をつけて、このマジックテープの端を1センチ下のこの線に合わせます。この線にこのマジックテープを立てる感じで締めた時と同じこの角度で両端に印をつけます。ここにマジックテープをつけます。裏布を縫わないように広げて、ここにマジックテープを縫い付けます。これで出来上がりです。締めた時はちょっとこの D 感が上がる感じになります。ウェットティッシュを入れて、この100均で買ったこのカバーを使います。ウェットティッシュ側にこのパーツを入れて、このような感じで蓋をします。持ち手をつけて出来上がりです。